はい、こんにちは。ヘルス TV のゆうぼうです。今日は前回の動画に引き続きストレッチをまたご紹介していきます。今日は体全体と体の後ろ側を伸ばすストレッチをご紹介していきます。ではまず体全体を伸ばすストレッチからご紹介していきます。膝立ちになってもらって片膝を立てます。で、両手を頭上に伸ばしていただいて、頭の上で手を交差させます。その状態でだいたい6秒から10秒かけてゆっくりと手を横に倒していきましょう。この際、息をゆっくりと吐いていきましょう。はい、ではゆっくりと戻していきます。同じようなことを逆側でもやっていきましょう。しっかり息を6秒から10秒かけて吐きながらやっていきます。これは太ももの前と腸腰筋と呼ばれる鼠径部を意識していきましょう。はい、では戻していきます。では元の位置に戻ったら、次は上半身を6秒から10秒かけてひねっていきましょう。これは体の腹斜筋や腹横筋というお腹周りの筋肉を伸ばしていきましょう。はい、ではゆっくりと戻していきます。また次は左側にひねっていきます。ちなみに腸腰筋という筋肉を先ほどご紹介しましたが、腸腰筋は大腰筋と腸骨筋という2つの筋肉から成り立っています。特に大腰筋は脊柱を安定させる働きがあります。つまり大腰筋が緩むことによって姿勢が崩れてしまうことがあります。また腸腰筋が硬くなったり縮こまった状態になっていると、腰の骨が引っ張られて腰に負担がかかります。ではゆっくりと戻していきましょう。はい、では次に体の後ろ側を伸ばすストレッチをしていきます。足を少し開いた状態で仰向けに寝ます。で、両手を横に目いっぱい広げます。3秒間かけて息をゆっくり吐きながら片足を真上に上げていきます。この時膝が曲がらないように注意しましょう。またももの裏が伸びていることを意識しましょう。そのまま真上にある足を腰をひねりながらゆっくりと3秒かけて横に倒していきましょう。手は床についたまんまです。はい、ではゆっくり下ろしていきましょう。足も下ろしていきます。では逆足もやっていきましょう。ゆっくりと片足を上げていきます。これはまず太ももの裏にあるハムストリングスをストレッチしています。ハムストリングスというのは大腿二頭筋、半膜腰筋、半腱腰筋の3つから構成されています。そのまま腰をひねっていきましょう。ハムストリングスの強化は下半身全体の安定や太ももの引き締め効果があります。ストレッチをすることで柔らかくなり血行が促進され、疲労物質の排出につながります。それにより疲労がたまりにくく疲れが取れやすい体になっていきます。はい、ではゆっくり戻していきましょう。
もう一度片方ずつやっていきましょう。またゆっくりと3秒かけながら上げていって、膝の裏が伸びることを意識していきます。でそのまま横側にひねっていきましょう。ハムストリングスが硬いと骨盤を後ろに引っ張ってしまって姿勢を崩してしまいます。はい、ではゆっくり戻してみます。はい、では最後もう一度片方しましょう。ひねっていきます。寝る前にストレッチするなど習慣的にすることで柔軟性を持たせることが姿勢の変化につながります。特に猫背体質の方は前にお腹が出てしまっているので、その分がへこむことでかなりスッキリとした印象になることも可能です。またハムストリングスは太ももの裏という筋肉もあって、またハムストリングスは太ももの裏の筋肉ということもあって筋肉量の多い筋肉部位なので、その分活動をする際に消費するエネルギーも高いです。はい、ではゆっくり伸ばしていきます。しっかりと柔らかくすることで普段の生活の中でも可動域も向上し、血行も良くなるので自然と基礎代謝の向上につながります。今日はこの2種類をご紹介させていただきました。ぜひ習慣的にやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思ったり、していただければ高評価と登録、チャンネル登録の方していただければ少しでも励みになりますので、よければよろしくお願いします。ではまた。